和歌山県の取り組みをお伝えする紀の国21、テレビ和歌山アナウンサーの佐藤瑞穂です。それでは早速今週の特集をご紹介しましょう。前半は国内外の高校生が英語で議論するアジア・オセアニア高校生フォーラムについて紹介。後半は ICT やロボット技術などを活用したスマート農業について紹介します。紀の国21、前半は7月に和歌山市で行われたアジア・オセアニア高校生フォーラムの模様を紹介します。世界との対話と共同と題して行われたこのフォーラム、まずはその目的などについて聞きました。このアジア・オセアニア高校生フォーラムは今年で5回目を迎えます。アジア・オセアニア地域の20の国と地域から高校生を和歌山に招いて、和歌山の高校生と合宿形式で同じ時間を共有してもらうというのが目的です。20の国と地域といいましても、それぞれ国ごとによって文化や環境、バックグラウンドが様々な高校生が集まるわけですけれども、そのような高校生と和歌山の高校生が、共に同じ時間を過ごすことで、また世界の様々な問題について英語で議論を戦わすことで、日本の高校生が将来、グローバル化が進む世界の中でどのようなことが必要なのか、どういうふうに、将来に役立てていけばいいのか、そういったことを感じ取ってもらうのがこのフォーラムの目的です。フォーラムの会議自体は、分科会と全体会に分かれます。分科会というのは、事前にそれぞれ5つのテーマに、分かれて、参加者が研究内容を発表する場です。全体会ではその課題ごとにチームが参加者の意見を取りまとめて、チームとしての意見を発表する場になります。またこの会議の内容以外にも、皆さんにはせっかく和歌山に来ていただいたので、和歌山県が誇る世界遺産高野山へのツアーなども行います。また海外の高校生を対象に、県内の高校生の家庭に泊まるというホームステイのプログラムも用意しています。ではフォーラムの模様を詳しくご紹介しましょう。フォーラムは7月27日から31日まで5日間の日程で行われました。こちらは7月29日、参加する高校生が一堂に会し行われた開会式の模様です。フォーラムのプログラムはすべて英語で進行されます。三坂知事も英語で挨拶し、積極的にディスカッションをしてお互いに刺激し合ってください、そしてより良い未来を想像してくださいと生徒たちを激励しました。このあと近畿大学附属和歌山高校の森千穂さんとミャンマーのカウンタント・ウィンさんが英語でフォーラムの開会を宣言しました。続いて参加した海外20の国と地域、和歌山県を含む6県の高校生がそれぞれの国や地域について英語で紹介しました。海外から参加したのはオーストラリア、ブルネイダルサラーム、カンボジア、中国、香港、インド、インドネシア、韓国、ラオス、マレーシア、モンゴル、ミャンマー、ネパール、ニュージーランド、フィリピン、シンガポール、台湾、タイ、トルコ、ベトナムの20の国と地域でそれぞれ1人ずつ来日しました。国内からは千葉県、愛知県、長崎県、熊本県、沖縄県の高校生が1人ずつ参加、和歌山県からは12校20人が集まりました。
また会場には多くの高校生が観覧に訪れ、英語でのそれぞれの国や地域の紹介に聞き入っていました。翌日の7月30日には分科会が行われました。分科会ではテーマごとに5つのグループに分かれ、発表を行うとともに意見を交換して議論を深めます。テーマは津波防災対策、環境問題、観光文化、教育、食料問題の5つの世界的な課題です。それぞれのテーマについて事前に調査・研究してきたことをまとめて発表します。こちらもすべて英語、専門的な用語も使われる中で英語を聞き取って理解する力も養われます。午前中のおよそ3時間にわたる分科会に続いて、午後からは翌日の全大会に向けた準備をグループごとに進めました。県立高校の英語教員などコーディネーターの指導を受けながら、全大会での発表の方法を議論したほか、発表原稿の作成などに取り組みました。参加した高校生にフォーラムの感想や将来の夢などについて聞きました。初めはすごく周りのコミュニケーション力とか英語にすごく圧倒されるばかりだったんですけど、今は少しちょっと慣れてきて、もともと自分の意見を言うのはあまり得意ではないんですけど、少しでもこうコミュニケーションを取れたり、自分のことを少しでも話せたりできたらいいなと思っています。英語を、少しでもこう使ってボランティア活動とか他のいろんな活動に参加して、少しでもそれが活かせていけたらいいなと思っています。はい、小学校の先生になりたいっていう夢があって、教育について興味があったんですけど、自分の意見を発表したりとか いろんな人の意見を聞いたりするのはいい機会だなと思って参加しました。英語で拙いところはあるんですけど、活発に意見を交わせてものすごい充実しています。この経験を通して海外の人とか他の子が考える意見っていうのを知ることができました。それを大学進学して、それについてもっと深く学んで、いい先生っていうものになりたいなって思います。 I want to work in UNESCO in the heritage part and this This experience is very precious to me because I have a chance to communicate with foreigners. So if I come to Korea, I will talk about this experience in my club and make some other experiences too with foreigners. I'm very grateful for this opportunity to participate in this forum. I have met many new friends, both Japanese students and international students.So during the homestay program, I got to experience the Japanese culture with my Japanese buddy, and I found it really very interesting. Through this forum, I got the opportunity to present my research to different people and at an international standing. So I feel that this was a very good experience for me to be able to train my presentation skills. 7月31日、いよいよ全大会です。多くの高校生が詰めかけ、会場は熱気に包まれました。津波防災対策、環境問題、観光文化、教育、食料問題の5つのグループが順番に発表を行いました。舞台にはグループのメンバー全員が揃い、課題や疑問となった点について意見を述べました。また会場からの質問を受け付ける時間も設けられ、疑問となった点について議論が深められました。
全大会終了後、和歌山市のホテルに会場を移して、仁坂知事主催のレセプションが開かれました。参加した高校生たちは乾杯をした後、食事をしながらさらに交流を深めていました。会場には和歌山県の PR キャラクター、キーちゃんも登場、人気を集めていました。また、インドネシアの人形劇やモンゴル、中国、トルコの舞踏が披露されたほか、和歌山県からは海南高校三里分校太鼓部の皆さんが力強い演奏で会場を盛り上げました。このフォーラムは今年で5回目なんですけれども、来年再来年5回10回20回と、引き続き続けていきたいと思います。和歌山の高校生が将来、このフォーラムをきっかけに世界の舞台にで活躍していますですとか、これがきっかけでもっと英語の勉強をしたいと思いましたとか、そのようなステップアップの場として、将来このフォーラムを思い返してもらえたら我々としても嬉しいです。特に県内の高校生の皆さんになんですけれども、ぜひともこのフォーラム来年再来年もやりたいと思いますので、いろいろな形でこのフォーラムに参加してほしいと思います。参加者として参加していただくのももちろんですし、オーディエンスとして、この会議を見に来ていただくのももちろん嬉しいですし、また、ホームステイですとか、あとクラブ活動紹介とか、そのような形ででもこのフォーラムに参加することができますので、ぜひとも、このフォーラムに、参加していただいて、世界の方々との交流を図っていただきたいと思います。紀ノ国21後半は情報通信技術 ICT やロボット技術などを活用した農業、スマート農業を普及させる県の取り組みについてお伝えします。8月9日和歌山市の和歌山ビッグアイで最先端の農業機器などを紹介する和歌山スマート農業フェアが開かれました。まず農林水産総務課研究推進室の西森室長に和歌山県の農業の現状や今回のフェアの概要などを聞きました。農業では、担い手の農家の減少とか、あるいは、農作業の、その労働力が不足しているという現状にあります。で、どんどんその、農家の方が減っていく中で、どうやってこの農業生産を維持あるいは発展させていくかとなると、できるだけその省力化して、あるいはその効率化して生産性を上げていくというのが必要です。そのために注目されているのがスマート農業です。スマート農業ではロボット技術とかあるいは ICT 技術を活用してデータに基づいて効率的な農業を行うとか、そういう技術が非常に注目されています。いろいろ開発はされているんですけども、農業者の人はどういう技術が今開発されているのかとか、なかなかその直にこう触れる機会っていうのがまだあまりなく分からない状況です。本日開催しているスマート農業フェアでは21の企業さんに協力いただきまして、最新のロボット技術の機器、ドローンであるとか、あるいは自走式の運搬機とか、そういった機器、あるいは ICT を活用した環境制御の装置とか、最新技術を一堂に展示して農業者の人に直に見て知っていただくという取り組みと、もう一つ別の会場で講演も行われておりまして、そこでは専門の先生にどういうふうにしてその新しい技術を生産現場に取り入れていけばいいのか、どういう技術が今必要とされて、あるいは他の先進的な産地ではどういった技術が今取り入れられようとしているのかという、実際に現場に導入していく時の参考になる講演というのも同時に行っています。では和歌山スマート農業フェアの模様をご紹介しましょう。和歌山ビッグアイ1階の展示ホールでは
県内外の21の民間企業と和歌山県果樹試験場梅研究所が先進技術を活用した製品やそれぞれの取り組みを紹介しました。こちらでは和歌山市に本社のある民間企業が取り扱っているドローンが展示されました。近年ドローンは肥料や農薬の散布などに活用され注目を集めています。こちらはリモコンで動く自走式の運搬車、電動クローラーです。エンジン式のクローラーっていうのはよくあるんですけども、そういったお年寄りが結構怖いであるとか運転操作がしにくいというような問題もありますし、あとうるさい排ガスが出るとかそういう問題があるというのがありまして、今回の電動クローラーというのを開発しました。でこれこのようなもうコントローラーですごい簡単にできますので、全身だと全身スピードもこれで変えれますの で後退もボタンを動かすだけでできますので、ほぼ親指だけで操作ができます。小回りも効きますのでその場で回転もできます。ということは非常に細かいところも入っていけるようになります。だいたい100キロぐらいのものを運べます。野菜でいうとやっぱ4箱ぐらいは運べますので十分運んでいただけると思います。農業用ハウスの中の温度や湿度をはじめ二酸化炭素、CO2 の濃度など環境を管理する環境制御の装置を紹介するブースもありました。環境制御といいますと非常に難しい言葉ではあるんですけれども、我々考えているのはですね、農家さんの その植物栽培している作物そのもののですね、持っている光合成っていう力を最大化してもらう、そのためにですね、ハウス内の温度湿度 CO2、ないしは日射量っていうものを一応測定をして、それを管理に生かしてもらうっていうことを一応農家さんに考えとして持ってもらうようにしてもらう。こちらの環境測定器のデータも、パソコンあるいは、クラウドでデータを記録していく形を取ってるんですけれども、設置自体もですね、ケーブルとか電源入れてもらうだけで設置できますので、そんなに難しくない、非常に簡単なものだと思っていただければなと思います。重い荷物を持ち上げるなど足腰に負担のかかる作業をサポートするロボットアシストスーツを紹介するブースは特に注目を集めていました。こちらは和歌山大学で研究開発が進められたアシストスーツです。県が研究を支援し去年10月から本格的に販売が始まりました。農業分野での高齢者や女性の活躍を支援すると期待が寄せられています。展示ホールの一角では出展企業による製品についてのプレゼンテーションが行われました。和歌山大学の元教授でアシストスーツの販売を手掛けるパワーアシストインターナショナル株式会社の八木英一代表も集まった人たちに製品の使い方や機能について説明していました。別の会場ではスマート農業の専門家による講演が行われました。近畿大学生物理工学部の星武彦教授はガラス温室や農業用ハウスなど施設の中で野菜や花などを栽培する施設園芸にスマート農業を取り入れることについて講演しました。また国の研究機関である農業食品産業技術総合研究機構の森口隆也さんは和歌山県を含め全国各地で進められているスマート農業の実証実験について紹介しました。農林水産省が進めているこの実証実験、和歌山県では県果樹試験場梅研究所が取り組んでいて、梅研究所の主任研究員大江隆明さんが具体的な取り組みについて説明しました。この日フェアの会場を訪れていた人たちにお話を伺いました。やっぱり労力ね、
軽減循環、そこにまあ期待してるんですけど、やっぱり最先端のこの機器とか、どんな、ね、製品あるとか、そんなん分かるのはやっぱり、まあ、ちょっと参考になりますね。できるだけ楽に管理できたり、まあ、いいものができるようにできれば、それに越したことはないので、ありがたいことですけど、ね、機械は文句言いませんよ、しんどいとかね、だからうまく活用できたらいいかなって思うのと、草刈りとか、もう作業が大変になる。で年々こんな、ね、お天気になるので、やっぱり軽減できるようなあの機械類をよりあの安価というか買い求めやすい価格で皆さん開発していただければ非常にありがたいなと、まあ、農家の側からの意見です。最後に今後の事業展開や県民の皆さんへのメッセージを聞きました。今回のような最新の技術を展示するフェアというのは、これは来年以降もまた続けて行っていきたいと思います。それと並行してですが、今年から生産現場でそうしたその最新の技術や機器を実際に稼働させて、どういった効果があるのかとか、どの程度の経費がかかるのかとか、実際のスマート農業の実証を生産現場でやるというふうにしております。これはあの今年度の農林水産省のプロジェクトの一つとして行っているんですけども、みなべ町の梅園と上富田町のみかん園と梅園ですね、そこで実際のそのスマート農業機器をテストして導入可能かどうかという実証をしています。関心のある方にはまた実演会とかも用意しておりまして、その都度ご案内しますので、またご参加いただければと思っております。まあ、それともう一つ、まあ、今年度中に、これは施設園芸農家が対象ですけども、施設園芸の最新の環境制御をいかに導入するかという研修会のような形をのものを準備したいと思っております。こちらもご案内を差し上げますので、またご参加いただきたいと思っております。そういう取り組みによって和歌山県の農業生産の現場にスマート農業が取り入れられて、省力化とか生産性の向上につながっていけばいいなと思っております。さて、こちら県民の友9月号が出来上がりました。今月号の県政最前線は防災特集、大災害から命を守るです。南海トラフ沿いの3つの領域、東海、東南海、南海では、これまでおよそ90年から150年周期で津波を伴う地震が発生していて、県内でも大きな被害を受けてきました。特集では災害による犠牲者ゼロの実現に向けて、津波から逃げ切る支援対策プログラムに基づく津波対策や、住宅の耐震化、災害に関する情報の発信など、さまざまな対策を進める県の取り組みを紹介します。その他、県からのお知らせや催しの情報が満載です。県民の友は市町村を通じて各世帯に配布していますが、お手元に届いていないという方は県庁広報課までお問い合わせください。また視覚に障害のある方のために、展示版と音声版の県民の友も制作しています。ご希望の方は県庁広報課へお申し込みください。続いて、県立の4つの博物館施設で行われる催しのお知らせです。まず、和歌山市吹上にある県立近代美術館です。9月18日水曜日から、時代の転換と美術、大正とその前後と題した企画展が始まります。新しい元号による時代が始まったのを記念して、明治から大正、昭和と15年の短い間に2度の改元が行われた大正時代とその前後の美術を紹介します。10月20日までです。続いて、県立近代美術館に隣接している県立博物館です。企画展神経図、旅する画家が見た風景が昨日から始まっています。現地を旅した感動を描き出した神経図と呼ばれる絵が江戸時代に現れました。企画展では紀伊半島をはじめ
全国の景勝を描いた近世から近代の絵画が展示されます。10月6日までです。次は和歌山市岩瀬にある県立紀伊土器の丘です。紀伊土器の丘では和歌山県の貴重な宝物である特別史跡岩瀬千塚古墳群についてより詳しく知ってもらうためのシリーズ講座を開催しています。今回は9月15日日曜日午後1時30分から開かれます。今城塚古墳から6世紀の埴輪を探ると題した講座と、土器は割れたか割られたか、岩瀬千塚古墳群と土器の祭りと題した講座を予定しています。小学生以上が対象で定員は30人、先着順です。最後は海南市府能にある県立自然博物館です。9月19日木曜日から標本作品展が始まります。昆虫や植物、岩石など一般から募集した標本が展示されます。9月23日までです。いずれも月曜日が休館です。ただし月曜日が祝日の場合は次の平日が休館日となります。それでは今週のプレゼントです。今週は株式会社シオンのトマトピューレを3人の皆さんにプレゼントします。ではプレゼントクイズです。後半の特集のテーマは1番農業、2番漁業、どちらでしょうか。ご希望の方はハガキまたは紀伊国21のホームページからご応募ください。ハガキの宛先は郵便番号 640-8533 テレビ和歌山紀伊国21の係です。ホームページからのご応募はプレゼント専用フォームからお申し込みください。パソコン、携帯電話、どちらからでもご応募いただけます。応募の際はクイズの答え、お名前、住所、電話番号、年齢など必要事項をご記入ください。締め切りはどちらの場合も9月4日水曜日必着です。では8月25日放送分のプレゼントジオバウムの当選者の発表です。クイズの正解は2番の串本町でした。当選されたのはご覧の方々です。おめでとうございました。紀伊国21、来週は串本町に建設が予定されている民間のロケット発射場について理解を深めてもらおうという取り組みと、現金を使わずに支払いができるキャッシュレス決済の普及についてお伝えします。来週もぜひご覧ください。それでは今日はこの辺で失礼いたします。